前回に引き続きカドリール西田と日銭の共同企画商品のご紹介になります私、日銭担当者とカドリール西田様より商品企画ご担当者様にお越しいただいてますよろしくお願いいたします,しします本日ご紹介のブラジャーはツインクロスナイトブラですところで皆様ナイトブラってつけてますか 寝ている時のケアが気になるけど、本当に必要なのって思いますよね。しかも朝と夜で帰るのって面倒だなって思ってたんですよ。面倒って思いますよね。でも何もつけずに横になると、バストが横に、上に流れていくんですよ。なので寝返りを打って横になったりすると、胸の形が崩れやすくなってきちゃうんですよね。でも胸を包み込んでくれるナイトブラをつけることで、 崩れにくくしてくれるんです。少しでも抵抗したいですよね。寝ている時って意外と動いていますよね。諸説ありますが、寝返りは少ない人で6回、多い人で30回とも言われています。それなら、体の動きについてきてくれるものが欲しいと思ったんですよ。そこで考えたのが、ツインクロス特許構造を使用したナイトブラです。 ツインクロス特許構造について教えてください。はい。左右の土台がそれぞれ独立しているんです。体を動かした時でもカップをしっかり引き戻してくれるので、ずれにくく安定感のある付け心地なんです。それがツインクロス特許構造なんです。カップはバスト全体をすっぽり包み込むフルカップタイプになっています。そしてカップの脇には脇押さえパネルを付けているので、 バストの流れを程よく軽減してくれます。通常のブラに比べて土台の部分が長めなのでずれにくいのも嬉しいですね。そしてカップの脇から背中にかけては幅広い面で覆ってくれるので気になるお肉もカバーしてくれます。見生地はレヨ温と面がたっぷり入った素材を使用していて肌当たりがとにかく気持ちいいんです。カップ裏は綿素材になっています。 寝る時に気持ちいい素材って大事ですよね。しかも汗をかいても安心ですね。肌当たりにとことんこだわって、アンダーやカップ上辺、どこのゴムも肌に当たらないようになっています。後ろのストラップも生地の間にサンドしているので、ゴム当たりを感じにくいです。洗濯表示タクもカップの中に入っているので、肌に当たらずチクチクしないのが嬉しいポイントです。 また、ストラップの肌側も柔らかい肝素材で優しいです。起きてからブラジャーを付け替えるのって面倒ですよね。起きてこのまま出かけるのがすごく嬉しいです。うん。でも出かける時ってバストラインが気になりますけれども、こちらはドロップ型の立体パッドでバストをきれいな丸みに整えてくれるんです。しかも通気性にこだわった穴開きカップで蒸れにくいんですよ。 嬉しいですね。うん、また、ストラップのお悩みで、着用中にストラップが短くて、痛くて辛いなぁとか、胸位置を上げたいなと思った時に、すぐに前で直せるように、前ストラップ調整になっているんです。ストラップの太さも16ミリと、通常より太く支えてくれるので痛くなりにくいです。ストラップがずれてくるのも防ぐために、後ろの間隔を狭くして作っています。 さりげなく光るゴールドを使用しています。ブランドプレートもゴールドをつけているのがマディアのこだわりです。肌触り、快適さにとことんこだわったブラジャーになっています。こんな楽で綺麗なブラがあるんだってぜひ体感していただきたいです。マディアでは肌当たり優しく心地よいブラジャーをご用意しています。ぜひお試しください。今回ご紹介の商品のリンクは概要欄に貼っています。 ごご聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。